DJ Koyuki Ohashi presenting New York Breeze。皆さんお元気でしょうか。ニューヨークブリーズ大橋小雪です。この番組はニューヨークの最新情報はもちろんのこと、知って得するお役立ち情報などを盛り込んだ1時間のプログラム、皆さんね、ながら劇で楽しんでください。ニューヨークルナ FM をキーステーションにラジオ川越など複数の放送局でお送りしています。さて、ニューヨークもうすっかり夏ですね。日本ほどジメジメはしてないんですけど、1年を通して湿度が高くなるのがね、多分6月のこのぐらいの時期、中旬から下旬にかけてから7月がめっちゃ湿度が高くなるんですよ。とは言ってもね、今のところ歩いて、普通にウォーキング程度で歩いている分には汗は出てこない。ちょっと動こうもんなら、例えば家の掃除とかするじゃないですか、そうすると汗が噴き出してくるっていうぐらいの湿度感。具体的に湿度何パーセントって分かんないんで、すいません、こういう表現でね、という感じなんですよ。なのでまあ日本と比べるとね、過ごしやすいのかなという気はしておりますが、それでもやっぱりそんなに私自身が夏が強い方、その湿度に強い方じゃないので結構しんどいですよね。でもやっぱりね、日本の方は特にその日焼け対策もあるんでしょうけれども、そんなに半袖で外に出ない方が多い、なんか上に1枚羽織って出ている方が多いなんていう風に聞いているので、まあそれはそれとしてね、いいとは思うんですが、水分ですよね。どうですか皆さん、こう振り返って水分補給しっかりしてます？飲酒とかそういう話じゃないですよ。私ね、特にこの2、3年ぐらいかな、もうこまめにっていうのを意識して、それこそ自分でさ、魔法瓶っていうんだっけ、そういうポットね、持ち歩いてそこに水入れて、ちょこ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 こまめに飲むようにしてますね。水が好きなんですよ、本当に。お茶とかじゃないんですよね、水なんですよね。こっちの水ってね、あのアップステートの方から来るお水なので、イメージあんまりね、皆さんの中で良くないとは思うんですが、むちゃくちゃ美味しい。でもちゃんと浄水はかけますよ。ブリタっていうのがあるので、それで浄水かけて、で、飲むんですが、おそらく、ちょっと可視化してないんで分かんないんですけど、2リットル1日で飲んでるんじゃないのかなっていうぐらい水分補給はしております。なのでまあ、日本だとね、手軽に安くコンビニとかで水買えると思うんで、そう、ちょこちょこ飲むでいいじゃないですかね。きちんとこう夏の対策もしつつ乗り越えていきましょう。ですね、あ、そう、今週ね、あの新コーナーっていうほど大げさなもんじゃないんですが、ニューヨークを行き来する上でというか、観光でもいいんですが、裏技を紹介していきます。上手上海っていう、私ねもう大好きなレストランがあるんですけど、こうどっちかって言ったら B 級に近いのかも、安いんですよ。安いんだけど小籠包がめちゃくちゃ美味しい。日本にも進出してますよね。味はね、でもニューヨークチャイナタウンの方がいいかな、個人的にはっていう思っているレストランがあるんですけど、いつも激混み、じゃあどうするのかっていう裏技を紹介していきます。では1時間ながら聞きで楽しんでください。ニューヨークブリーズスタートです。 Stay tuned。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。
コーナーです。このコーナーはニューヨークの情報を中心として、ニュース話題になっていることなどを紹介しています。まずはですね、今週もデイリーサンニューヨーク、こちらからねちょっといくつかニュースをピックアップしていきましょう。地下鉄内マスク覆面禁止を検討、顔を隠した抗議行動は卑劣な責任逃れ、卑怯な責任逃れ。内容ですね、ニューヨーク州のホークル知事は13日、ニューヨーク市内の地下鉄内でマスク着用の一部禁止を検討中であることを明かしました。13日ゴッサミストが報じています。10日の週初め、地下鉄内でマスクやパレスチナ伝統のスカーフ、ケフェで顔を隠した反イスラエル主義者が過激な抗議行動を実施、その様子が SNS で拡散されました。これを行き過ぎと判断したホークル知事は、地下鉄内で健康や宗教上の理由を除いてマスクによる覆面を取り締まりたい意向で、アダムズ市長や州議会議員らと調整をしている。ハロウィンなど文化的イベントの際のマスクも例外とする考えだそうです。ホークル知事は記者会見で、マスクで顔を隠すのは卑怯な責任逃れと指摘。マスクに隠れて犯罪を犯したり威嚇することは許せないと訴えました。アダムズ市長もラジオ番組の中で、今回の抗議行動をクークラックスクランによる黒人を標的とした脅迫と同類と断じ、キング牧師は顔を隠さなかった、 KKK は顔を隠したと批判しました。ニューヨーク州にはマスク、不自然または特異な服装や覆面を着用して徘徊したり公共の場にとどまったり集会を開くことを禁じる法律が存在したと。1845年に成立しており、2000年代の初め KKK が無効を裁判所に訴えたが負けたという経緯があるということ。しかし、コロナが始まった2020年、当時のクオモ知事のマスク着用義務と抵触すること、ジョージ・フロイド事件を発端とする黒人の命は大切、これブラック・ライムズ・マターですよね、 BLM の運動が激化したことなどから、州議会は、20年6月この法律を廃止している。したがってマスク覆面禁止を実施するには新たな州法が必要となる。州議会は24年度の会期を終えており、議会が戻るのが7月になる見込み。ホークル氏はリセットすべき時が来ていると述べて、できるだけ早く新法を成立させたい意向だということなんですね。そうですね、こう宗教上の理由でやっぱり結構顔隠して、特に女性とかね、目だけしか出てない方っていうのはもう当たり前なんですよね、ニューヨークだと。ただし、まあそうじゃない、宗教上の理由じゃない感じのこう目しか出てないようなね、特に冬場とかだと被ってる方がいるんですよ。なんだろうな、地下鉄内とかだとねちょっと怖いかも、うん、警戒はしますよね。普通のそのコロナの前はマスク自体もする人がいなかったんですよ。覆面とかそういうことじゃなくてね、普通のシンプルなマスクをする人もいなかったぐらいの街なので、やっぱりねこの辺どう動いていくかっていうところはありますよね。さあ次です。続いてはですね、ニューヨークに大谷翔平選手が登場という、そんな話題ですね。これはタイムズスクエアのですね液晶ビジョン、ご存知だと思うんですが、あるじゃないですか。そこにですね大谷翔平選手がドドンと登場してたんですよ。これは伊藤園さん、大井お茶のコマーシャル
ということで、これ日本でねご覧になった方もいらっしゃるようなんですが、国内外ですね、どうやら88カ所ぐらい巨大広告ジャックということで行われていたらしいです。これもともとはですね、地元岩手で5月31日からスタートされていたと。でニューヨークにおきましては、先日のことになります6月8日から10日まで。これなんでなのかと言いますと、ニューヨークでですね、ニューヨークヤンキースとドジャース戦があったんですね。それに合わせて行われたと。で私もね実際行ってみました。で当然あのタイムズスクエアの巨大広告になりますので、ずっとそれがあるわけじゃないんですよ。時々こうフレキシブルに出てくる、もちろんフレキシブルではないんだとは思うんですが、時間にするとねまちまちだったんですが、平均で10分に1回ぐらいなのかな。10分の間に 2,3 回出てくる時もあれば、20分ぐらい全然出てこない時もあったんですよね。でもまあこう大谷選手がね巨大広告のところにバーンとタイムズスクエアで出てきた時は結構感動しました。おいお茶とともに大谷翔平選手、確か白のシャツかなんか着てたと思うんですよね。カラーのイメージで言うと新緑カラーと白っていう、もう超爽やかですよね。この巨大広告、かつてはあの東芝がですね広告出してまして、2007年から2018年まで11年間、もう私がニューヨークに行き始めた頃はもうそのイメージでしたよね。あのタイムズスクエアの巨大広告といえば東芝っていうイメージなんですだったんですけど、今はもう撤退したと。値段がねこれまちまちで、場所によってタイムスクエアってもう四方八方360度全部巨大広告、いろんな広告があるんですけど、安いものだとねどうやら15秒で150ドルとかでいけるみたいですよ。2万弱かねえ。もし興味があれば皆さんも出してみてはいかがでしょうか。というわけでここまではトピックのコーナー。さあこの後はですね、ちょっとニューヨークの裏技皆さんにご紹介したいと思います。やっぱりチャイナタウンは活気がありますね。エネルギッシュ、殺伐とした中にもエネルギッシュさがねあるんですよね。ちょっとね今上津上海行こうと思って上津上海の目の前通ったんですけど、残念ながら行列1時間ぐらい待つんじゃないかなっていうふうに言われたので、ちょっと断念してね、上津神社に今向かってます。それがですね今日の裏技になるんですよね。さあ上津神社はどうでしょうか。なんかねフードマーケットみたいなのをやってるんですよね。本当にこじんまりした通りなんですけど、でその一角でちょっと歌を歌ってる人がいましたので、ストリートねちょっと聞いてみましょうか。ストリートマーケットね、本当に一角なんですけど、そこを抜けたところで、あったあった上津神社、1年ぶりぐらいかな。どうなんでしょうか。ちょっとね、すぐに入れそうな雰囲気もあるんですけれども、どうかな、ちょっと中入ってみましょうか。
そう、ここからはですね、ニューヨークの裏技紹介していきましょう。まあ、何でも高いニューヨーク。そんな中で裏技を使ってちょっと安く買い物をしてみる、あるいは裏技を使っていつも混んでいるレストランに潜入してみる、そんな話をしていきたいんですね。行ってきましたチャイナタウンです。日本にもね、横浜中華街とかね、あるじゃないですか。あるいはちょっとちっちゃいね、チャイナタウンっぽいのがあっちこっちに、私の知ってるところだと池袋なんかが結構大きかったような気がするんですが、ありますよね。ニューヨークもね、チャイナタウンあるんですよ。かなり大きい。マンハッタンに1箇所、ブルックリンに1箇所、そしてクイーンズにも1箇所あって、どうやらこれね、中国の方に聞いてみると、出身地によって住んでる場所が、コミュニティが違うなんていう話を聞きましたが、今日紹介するのはですね、マンハッタンです。ニューヨークのチャイナタウンといえばっていう、そういう場所なんですよね。ダウンタウンかな、真ん中よりもちょっと下ぐらいに位置しているチャイナタウンなんですよね。日本のね、横浜中華街とはちょっと違う。割とね、イメージで言うと殺伐としていて、そんなに綺麗ではない、そういう印象です。ただね、とにかく今回久々に行ってきましたが、むちゃくちゃ活気がありましたね。エネルギー吸収できる場所だなっていうふうに思いました。で、今回の目的はですね、上手上海なんですよ。知ってますかね？知ってますよね？日本でもかなり大々的に展開しています上手上海。中華レストランです、いわゆる。ガイドブックなんかにもね、掲載されている有名店ですね。とにかく小籠包が美味しいんですよ。ここに行って何を目的に食べるか、小籠包です。ぜひ食べてほしい。大きいね、せいろにね、入ってくるんですね。で、2つあって、カニの小籠包、カニ味噌も入ってんのかな、カニの小籠包とポーク、豚の小籠包、2種類あるんですけど、両方食べてください。だいたいね、1,2,3,4,5 9つ入ってんのかな、1つのせいろに。そんな大きい小籠包じゃないので、1人1個はね、いけると思う。だから2人で行って2個、私はいつも2人で行って、まあ、パートナーと行くんですけど、パートナー結構大食いなので 4つ頼みますね。プラスなんかちょっとしたもの1品食べるっていう感じです。正直ね、本当に美味しいんですよ。美味しいんですけど、時々カニの方の小籠包はムラがあって、なんか微妙だなっていう時が本当に時々あります。でも基本は美味しい。ここの小籠包を食べたら他の小籠包は食べられないっていう感じですね。熱々なのでちょっと注意は必要ではあるんですが、とにかく美味しいです。カニの方がね、14ドルぐらいかな、確か。で、ポーク、豚の方が11、12ドルぐらいだったと思います。ニューヨークで言ったらもう結構安い方ですね、正直。その辺のデリとかに入って何か食べても10ドル超えっていうのしょっちゅうなので、とにかく安い。あとは食べてほしいのは空心菜かな。空心菜炒め美味しいです。ただなんかすごい今回も思ったのが、わざわざここで野菜を食べなくても、小籠包もがっつり1つでも2つでもせいろ食べちゃった方がいいんじゃないのかなっていう印象はありました。でも基本何でも美味しいですね。チャーハンも美味しいし、普通のこう肉野菜炒めみたいなのも美味しいです、間違いはない。ただね、とにかく安いじゃないですか。安いし、むちゃくちゃ美味しいし、それこそガイドブックにも載ってる、しかもニューヨーカーにも大人気のお店、観光客もいっぱい来るっていうことなので、いつも混んでるんですよ。場所をね、移転してちょっと広くなってかなり綺麗にはなったんですが、いつも混んでる。
今回土曜日の2時半ぐらいかなに行ったんですけど、1時間ぐらい待つっていうことで、さあここからが裏技なんです。どうですか皆さん、1時間待てます？でもニューヨークの人って美味しいレストランだと普通に待つんですけど、ちょっと待てないので、じゃあどうするかっていう裏技、ジョーズジンジャーというね姉妹店があるんですよ。そっちに行ってください。ジョーズ上海に行って1時間待つって言われたので、ジョーズジンジャーに行きました。歩いて5分ぐらい、近いんですよ。そこに行くとですね、もうすぐにその場で入れました。ガラガラではないんですが、待つことはほとんどないという、アウトドアダイニングもあって、あれいいのかなと思うんですが、あの中と外とね選ぶことができます。でもまあ日本の方は中の方がいいのかな。普通にもう中に入れました。でお値段も同じぐらい、ほぼ一緒ですね。なのでまあ経験としてね、上手上海行きたいとは思うんですが、初めてだったらね、行ってみて待つんだったら味はもう一緒です。一緒なので上手ジンジャーの方に行ってみてください。ググるとすぐに出てきます。ちょっとね情報などは X などに掲載しておきますので、興味のある方は見てみてください。ニューヨークに行ったらね、ぜひ食べてもらいたいものの一つ、まあ高いおしゃれなステーキだなんだそういうのもいいんですが、上手上海もう絶対に損はしないと思います。上手上海混んでいたら上手ジンジャーに行ってみてください。というわけでニューヨークの裏技紹介しました。 DJ 小雪大橋 Presenting New York BreezeThank you.
教えて漢方のコーナーです。このコーナーは漢方専門一心堂薬局の皆さんとお届けしています。ラジオ番組や YouTube チャンネル、ポッドキャストで放送しています。さあ今週はどんなテーマでしょうか。それでは教えて漢方をお楽しみください。さてここからはですね、漢方専門一心堂薬局さんとお送りしている教えて漢方のコーナーです。今回もですね、前回に続きまして渡辺翔先生に担当いただきます。翔先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回はですね、毛孔性体腺についてお伺いしていきたいんですけれども、私この名前実は初めて聞いたんですが、これってどういうもんなんですか？はい、毛孔性体腺は、症状の見た目から二の腕のブツブツとよく表現されます。あー、わかりました。結構男女問わずブツブツとなってる方いますよね。この毛孔性体腺の症状について詳しく教えてもらえますか？はい、二の腕や太ももにたくさんの皮疹、つまり硬くなった小さなブツブツが見られます。触ると乾燥してザラザラしていることが多いんですね。さらに症状が進むと鳥肌や、サメ肌のような状態になります。これ結構見かけることは見かけるんですけど、私もなんかこう何も考えずに、それどうしたの、どうしてなっちゃうのって結構本人たちに聞くことはあったんですが、実際なってる人たちって、なんかよくわかんないんだけど、これずっとなんだよねっていう人多いような気がするんですけど、原因ってあるんですか？はい、そうですね、遺伝性やアトピー性皮膚炎が原因となることがありますが、はっきりとした原因というのは分かってないんですね。メカニズムについてはある程度解明されています。皮膚には毛を作る毛包細胞があるんですね。毛包細胞は通常正常なサイクルで入れ替わっています。何かのきっかけで正常なサイクルから外れて異常なスピードで増殖することで角化が進みます。この角化とは、角質層が厚く硬くなることですね。角化した細胞は毛穴の中で増え続けて、毛穴が詰まってきます。でそうすると対戦化していくんですね。この対戦化とは、皮膚が厚くなり象の皮膚のようにゴワゴワなることを指すんですね。で、角化したものが、毛穴に詰まりきると、それだけでとどまらず毛穴から飛び出て、炎症を起こし、毛細血管が、拡張することで赤く見えるんですね。このようなメカニズムですので、症状の出る場所は毛穴に一致するという特徴があります。毛穴とブツブツを一致しているのが一つの判断の目安っていうことで、私も過去、たくさんの人たちこういう人を見てきたような気がするんですが、どうなんですか？どのくらいの人が悩んでるんですか？そうですね、若年層の、約 40% に見られますので、決して珍しくはないんですね。ほとんどは年齢の経過とともに自然軽快しますが、炎症したり多数の皮疹が見た目上とても目立ってしまい、なおかつ、思春期に後発するので症状が出た場合非常に悩ましいものとなります。そうですね、特に女性の方だったりすると腕ってやっぱりね、出してる方も多いので、結構本格的に悩んだりする方も多いとは思うんですけど、これどうなんですか？どんな風にして治療するんですか？はい、基本的な東洋医学の考え方である気血水論に基づいて飲み薬、塗り薬を処方して治療していきます。興味深いことに、東洋医学の考え方は、先ほど説明した西洋医学の原因や病態生理学的な特徴と一致するんですね。これ詳しく教えてもらっていいですか？はい、まずは気の問題です。気の流れに異常が生じると、自律神経系のバランスが崩れて、皮膚のターンオーバーに関する反応系、
つまりホルモンバランスや免疫系に影響を与えます。それぞれの問題に応じて気の巡りを正常化する生薬を使っていきます。次に血の問題です。東洋医学の世界では皮膚治療と血の関係は非常に深いものがあると言われてきました。例えばコレステロールや血糖値が高く、皮膚が浅黒く、患部が脂漏性で熱傷、汚血と捉えて汚血を改善する生薬や熱を追い出す発散薬を組み合わせて治療します。血を浄化する電子人参という生薬を使用することもあるんですね。最後に水の問題です。毛孔性体腺は乾燥が原因で悪化することがしばしばございます。肌の乾燥が見られ、体質的にも水の異常が見られれば皮膚に潤いを持たせる純正の生薬を使います。先ほど説明したサメ肌のような症状が出ていれば、特異作用のある緑陰を組み合わせて、漢方薬を調合していくんですね。肌荒れや乾燥をテーマにした時もそうだったんですが、気血水を基本とした治療になるっていうことなんですね。はい、塗り薬についてはどうなんですか？はい、内服薬は体の中から治療していくもので、外側からの治療も並行して行う必要がございます。状況に応じて、今から3種類の外用薬を説明しますね。毛孔性体腺はアトピー性皮膚炎や抗酸性湿疹等を併発することの多い病気ですので、皮膚の乾燥が強い場合は保湿作用の強い鎮光を使用します。炎症が強く乾燥もしていると、そういう状態には解熱、保湿両方をカバーする生薬を配合したタイツコを使用します。さらに炎症で赤みが強く皮脂が多い場合には、清熱作用のある中央膏を使用していくんですね。そっか、やっぱりもう一言毛孔性体腺といってもいろんなパターンがあるから、やっぱり専門の方に見ていただかないとっていうのを改めて思ったんですけど、これ養生法についてはどうですか？はい、まず養生法としては、食事は1日3回きっちりバランスよく栄養をとっていくことが大事なんですね。基本的なところ6時間は睡眠をとり、夜更かしをしない、1日の中で適度な運動をとっていきましょう。あと間食はしないようにして、脂肪食や添加物を多く含む、加工食品は控えていきましょうね。お茶はハト麦茶をおすすめします。肌の免疫機能を高めてくれますし、先ほどサメ肌に特異作用のある緑陰っていうものも、元はハト麦を原料としています。さらに、過労を控え、精神的にリラックスした状態を心がけることで自律神経系を整えていきましょう。そっか、これね、実はうちのパートナーがそうなんですよ。そうなんです。で、当てはまってますね、今教えていただいた養生法。加工物とか結構脂質とかも取ってるので、そこ後で気をつけさせるように、レクチャーします。ちなみに、お願いします。ちなみに翔先生、スキンケアについてどういったことを注意したらいいですか？まずは基本的なところ、清潔かつ乾燥させないことが重要です。朝シャンとかって言ってね、朝お風呂入る方もいますが、これは絶対に NG で、夜お風呂に入らないで寝てしまうと、それは、よく言います、雑巾も顔にかぶって寝てるのと同じ状態ですから、その日のうちに、お風呂に入りましょう。体を洗うときはしっかり泡立てをして、こすらないようにしていきましょう。でボディーソープに関しては、これにおいても添加物の少ないものを使用する。安易に患部をかゆくてもかいたりしない。書いた時のことを考えてもね、やっぱり爪は短くしておいた方がいいでしょう。で衣服に関しては、擦れてしまわないようにすることも大事ですし、あとはね、書いてしまわないように患部を衣服で隠れるようにすることも一つ方法となります。
またこうネットで検索していただくと、よくピーリングを推奨する記事もございますが、安易な自己判断で患部を削らないようにしましょう。まあ、一つこうやっぱりこうピーリングを考える場合は、まあ、専門機関に相談をしてから行うことがやっぱり大事になってきます。そうか、私こんなに深刻なものだっていうのを全然知らなくって、その実際に漢方とか病院とかに相談に行かれることがいるっていうことにまず驚いたんですが、漢方の方に相談に行くっていうのかなりびっくりしたんですけど、結構どうなんですか、いらっしゃるもんなんですか。そうなんですよ、特別こう濃厚性対戦用の治療があるっていうとそういうわけではないんですよね。まあ、対処療法薬で様子を見ながら、まあ、治療されている方が多いんですけれども、やっぱり再発を繰り返してしまうことで、まあ、漢方の相談に来ていただくっていう方が多いですから、やっぱり根本的な解決が大事になってくるわけですね。なるほど、そうですね。なかなかそのしつこいっていうところでね、悩んでいる方にとってはもういつも気にしちゃうっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあね、はい、メンタルも整えていただいて、ぜひ皆さん今日の話を参考にしていただければと思います。ということで今回はですね、毛孔性対戦について一心堂薬局渡辺翔先生に担当いただきました。翔先生、今回もありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。教えて漢方、このコーナーでは皆さんからのお悩みご相談なども受け付けています。また一心堂薬局へのお問い合わせは心道薬局 isshindo.jp でホームページを検索してみてください。以上、漢方専門一心堂薬局の皆さんとお送りしている教えて漢方のコーナーでした。 DJ 小雪大橋 Presenting New York Breeze。
今週もニューヨークブリーズお付き合いいただきましてありがとうございました。いかがだったでしょうか。裏技、ニューヨークに来たらぜひ試してみてください。もう絶対おすすめ。安いし美味しいし手軽だし、従業員の方は中国の方なのでなんかご想像の通りなんですけど、そこ別に気にしなかったら全然問題ないと思います。なんで笑ってるのか。前ね、1年前だったかな、行った時上手神社の方ね、従業員の多分トップ2だと思うんですが、2人ご夫婦なのかな、もしかしたら。めっちゃ喧嘩してたんですよ。でもちろん中国語なんでなんだかわからないし、よく言うじゃないですか、中国の人って普通に喋ってても怒ってるように聞こえるって。あれ確かにそうなんですよね。そうなんだけど、私結構中国人の知り合いの方とかもいるんで、あ、これ怒ってる感じじゃないなとかっていうのはなんとなく言葉わかんなくても雰囲気でわかるわけですよ。ところがガチの喧嘩ですね。お店の中ですよ。お客さん普通にいるんだけど、何で揉めてんのか分かんない。なんか雰囲気的にお金のことなのかなっていう感じはしたんですが、すごいですよね。やっぱりあの感じって日本人からすると全然考えられないんですけど、ニューヨークに私慣れててもそれでも引きますよ。ドン引きするぐらいなんですけどね。でもその一方でやっぱりエネルギッシュ感、勢いってすごいなって思います。アジア人の中でもこう中国の方とか韓国の方とか女性の方とかってね、特に物はっきり言うって知ってますなんですよ。でも日本人はもうダントツおとなしいと思いますね。おとなしいってなんだろうな、なんかクレームとかも言わないし、だからその泣き寝入りが悪いとかっていうのは難しいところなんですが、物をそんなに言わないっていうのはもう実感としてありますね。私もそう、良し悪しいい悪いじゃないんだけど、でももうエネルギッシュ感はある種その爪の赤煎じて私も飲まないといけないなって思いますよ。特に今回久々にチャイナタウン自体も行ったんですけど、半年以上ぶりじゃないかな。もうチャイナタウン、こう駅出た瞬間もチャイナタウンなんですね。出た瞬間からのエネルギッシュ感とか活気とかっていうのはある意味ニューヨーク感はゼロなんですよ。もうガチの中国になっちゃってるんで。ですけどあれはいろんなこうエナジー吸収にある種いいのかなってと思いました。そこにずっといたいかって言ったらそうじゃないんですよ。ニューヨーク全体のエネルギッシュ感って言ったらちょっと違うエネルギッシュ感なんですが、でもなんか元気もらえたな、ちょっとスッとした自分がいたりしましたね。いいことですよね。こう環境を変えてみる。ニューヨークってこう場所によって全然国が変わっちゃったような感じになるので、変えてみるっていうのは必要だなって思いました。だからこう落としどころ今日よく分かんないまま終わっちゃいますけど、環境を何らか変えてみるおすすめです。というわけでお互いにいい夏を過ごしていきましょう。ニューヨークブリーズ、ここまでのお相手は大橋小雪でした。ではまた来週。 See you next week. Have a good one. Bye bye. DJ Koyuki Ohashi, presenting New York Breeze.